ナンバーアンダーラインアイは88ライジングとの連携を通じて世界各国のフェスティバルに出演することで知名度を高め国際的な成功を目指しています。ナンバーアンダーラインアイがコーチェラ2024に出演することが決定した。これは本当に驚くべきことだ。私は今まさに気絶しそうだ。あの大舞台でパフォーマンスするなんて信じられない。 このニュースを聞いた瞬間、私の心臓はまるでドキドキと踊り出した。コーチェラ、その名前だけでも世界中で知られる世界最大の音楽フェスティバル。その舞台に立つなんてまるで夢のようだ。でも、これは夢ではない。88ライジングとのコラボによって、ナンバーアンダーライン愛がコーチェラに出演することが現実になった。 88ライジングとは何かそれはアジア系アーティストが集結するプラットフォームであり、世界中で大きな注目を集めている。彼らとのコラボは、ナンバーアンダーライン愛にとっては大きな挑戦だ。でも、彼らはそれに立ち向かってきた。そして今、その努力が報われる時が来たのだ。このニュースを聞いた人々は、驚きを隠せない。 アメリカのフェスに出演するなんて、これまでのナンバーアンダーラインアイとは全く違う次元のステージだ。でも、彼らはこれに見合うだけの才能を持っている。その才能がコーチェラの舞台でどれほど輝くか、誰もが期待している。私もその一人だ。ナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスを見ることができるなんて、本当に幸せだ。 彼らが世界中の人々を魅了する姿を想像するだけで胸が高鳴る。そして、これは彼らにとって大きなチャンスだ。世界中の人々に自分たちの音楽を届ける機会だ。私は彼らがそのチャンスを最大限に活かし、世界中で愛される存在になることを願ってやまない。コーチェラ2024でのナンバーアンダーライン愛の出演は、 彼らのキャリアにおける新たなマイルストーンとなるだろう。彼らの音楽が世界中で広く知られるきっかけとなることを願ってやまない。そして彼らがその舞台で最高のパフォーマンスを披露し、世界中の人々を魅了することを期待している。この舞台が彼らにとってどれほど重要か、彼らのファンである私たちにとっても同じくらい重要だ。 彼らの成功は私たちの成功でもあり、彼らの喜びは私たちの喜びでもある。だからこそ、私たちは彼らを全力で応援し続ける。彼らが世界中で活躍し、その才能を世界中の人々に示すことができるよう、私たちは彼らと共に歩んでいく。ナンバーアンダーライン愛のコーチェラ2024出演。 それは彼らの夢がさらに広がる一歩となるだろう。彼らの新たな挑戦に私たちは心からエールを送りたい。そして彼らのパフォーマンスが世界中の人々にとって忘れられないものとなることを願ってやまない。皆さん、一緒にナンバーアンダーライン愛の成功を祝い、彼らのパフォーマンスを心待ちにしましょう。 彼らの未来がますます輝かしいものとなることを信じていますかコーチェラ2024に出演が決定したナンバーアンダーライン愛。その驚くべき快挙について、今回は詳しくご紹介します。まず、コーチェラとは何かを知っていますかこれは世界最大級の音楽フェスティバルであり、毎年カリフォルニア州の砂漠地帯で開催され、 世界中から数十万人の観客が集まります。コーチェラは世界的な音楽アーティストが出演し、その規模や注目度から、音楽界の最も重要なイベントの一つとして認識されています。そして、今回注目されるのが88ライジングという音楽プロデュースチームです。88ライジングはアジア系アーティストを中心に扱うレーベルであり、 その影響力は、ますます拡大しています。彼らは数々の成功を収めており、今回のコーチェラへの参加も、その一環として注目されています。さらに、今回の出演には、米国代表のビヨンセなどの豪華なラインナップも含まれています。つまり、ナンバーアンダーライン愛がこれらの世界的なアーティストと肩を並べることになるのです。 この出演はただ単に一つのフェスへの参加にとどまらず、ナンバーアンダーラインアイというグループの才能を世界中に知らしめる貴重な機会となります。ナンバーアンダーラインアイは八十は88ライジングとの連携を通じて、世界各国のフェスティバルに出演することで知名度を高め、国際的な成功を目指しています。このニュースには多くのファンが歓喜し、その速報を受けて喜びの声が広がりました。 特に、トベのメンバーであるナンバーアンダーラインアイの海外進出は、彼らの音楽活動における新たな一歩として期待されています。これはまさに夢が叶う瞬間であり、数々の努力や挑戦の成果が結実した証と言えるでしょう。しかし、これは単なる出演にとどまらず、ナンバーアンダーラインアイにとってはさらなる成長の機会でもあります。 彼らがどのようなパフォーマンスを披露するか、そして世界中のファンがどのように反応するか、非常に興味深いですね。最後に、これからナンバーアンダーライン愛の活動がますます注目されることは間違いありません。彼らの才能や魅力は世界中に広まり、多くの人々を魅了することでしょう。さて、皆さんはどのようにこのニュースを受け止めますか ナンバーアンダーライン愛の将来についてどのような期待を抱いていますかぜひ、コメントや意見をお寄せください。